どうも皆さんこんばんは、朝日でございます。信号待ちの度に一回一回自転車降りるおばはん結構好き。今日はね、なんかめっちゃくちゃねナポリタンが食いたくなってしまったので、今日はナポリタンを作って食べていこうと思います。そうしましたらグーを切っていきましょう。まずベーコン、まあ細切りでいいと思いますね。続きましてマンピーで、玉ねぎはレンジで少し火を通します。で、ここがポイントです。まずフライパンにオリーブオイルを入れて、ケチャップをドバーッと入れて、ナポリタンね、ケチャップいっぱい入れた方が美味しいんでね、いっぱい使います。で、火をつけて、ケチャップをね、炒めながらね、煮詰めていきます。こう、ケチャップを煮詰めることにより、ケチャップのね、酸味が飛んで、すごく美味しくなります。こうね、まとまりが出てきたぐらいで大丈夫です。そしたらパスタを茹でます。お湯に塩を入れて、結構多めにね。そうしましたら仕上げていきましょうか。まずオリーブオイルを敷いて具を炒めていきます。で、具は塩コショウで味付けします。炒まったらここに麺を入れて、全体が絡まったらさっきのケチャップを入れます。で、ここでね、粗挽きのね、胡椒をね、いっぱい振るとね、スパイシーですごく美味しいです。はい、完成しました。こちらナポリタンでございます。はい、ではいただきます。うん、うまい。やっぱナポリタンはね、シンプルが一番ですね。で、ケチャップ炒めたじゃないですか。だから酸味が全部飛んでね、すごくね、トマトの甘い味がするんですよね。で、ケチャップも多めに入れたんでね、すごいね、しっかりと味がついていて、めちゃくちゃ美味しいです。はい、ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。2016年ね、投稿はこれで最後になると思います。今年1年間、本当に皆様ありがとうございました。来年もね、ぜひよろしくお願いいたします。良いお年を。